毎日毎日どう見てくれてありがとうございます。はい、名前を教えて。ゆうとです。今日はまだどう見てます。えりこです。皆さん今日はね、3月の30日水曜日、鹿屋は天気法は曇り時々晴れです。よかった。昨日はね、私さつまいも植えてですね、4枚で植えて、で今は天気は悪いですね。ビニールハケは足りない方、今日は今朝です。ちょっと雨やってないで、旦那さんは一生懸命ビニール貼って、それ今から私はね、今お昼から、お昼今旦那さんのマルチ貼ってで、お昼から辛いも出ます。今度は今日は、高金さんさすなえの、もう私は昨日はちょっと4時から切って4ケリーかな。今日は4ケリーのベース。ただ今はね、子供、学校は休み、学童は休み、今日は明日も休み。そしたら私、トモロコシ、家庭菜園の、家庭菜園のトモロコシ植えて皆さんに見せたい。歴史でね、この前の畑、あそこの畑、この前の種そのままで、ね、ちょっとめでて、今日は、ポットの植えるかな。ちょっと小さいけど、ちょっと小さい。私はね、天気予報見たらね、明日雨、あさっても曇り、あさすりも曇り。いい感じかなと思う。天気予報見たら植えてもいいかな。今日は子供たちも手伝いします。はい、お兄ちゃん、言ってきてみて。今日は学校の春休みで。うん。で、学童は、準備のため休みです。それでお母さんの手伝いをしようと思いました。はい、えりちゃん、私は夏休み、春休みで、学童も休みなので、お母さんの手伝いをして頑張ります。おお、ありがとう。何手伝いしようかい。トウモロコシの植え付け。はい、これトウモロコシ2本もあるで、今から畑のこの前の畑でトウモロコシ植え付け皆さんに見せたで、今日は一日忙しいけど頑張ります。楽しい。私はね、子供たちと、私友達みたい、子供みたいです。家中も友達、私はね、あんま日本語はまだわかない。お兄ちゃんは4年生でいろいろ教える、買い物とか読んでくれて助けた友達、子供たち同じです。はい、今から畑行こう。一緒に、皆さん一緒に畑おいで。
どんな言って？美味しくなったり大きくなって美味しい美味しい。トウモロコシになれ。おお、よかったね。お兄ちゃんは？どんな美味しいトウモロコシ作りたいですね。ママ、前植えたの芽出てるよ。どこ？ほら、あ、これ。うん。あ、いい感じ。ここも出てる。ここも出てます。ここも出てるですよ。よかったね。ここも出てる。結構出てますね。よかったね。うん。생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Still be